トラバンチャンネル日本一選手をおもてなし。はい、ファンに夢と希望を与えてくれた選手たちへお礼を込めましておもてなしをさせていただこうというコーナーです。ファン代表として山本さやかさんに来ていただきました。よろしくお願いします。恐縮です。イエイ。早速ですね、おもてなしのゲストをお呼びしたいと思います。こちらのお二人です。どうぞ。大山雄介選手と森下翔太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シーズン全試合で4番に座りチームを引っ張り続けた大山雄介選手。そしてルーキーながら2桁ホームランを放つなど大活躍の森下翔太選手。そんな2人を極上おもてなし。ファッションポイントはお二人ありますか？大山さん。まあでも色ですかね。もうシンプルでちょっと黒で決めてこられました。はい、靴紐は結ばないんですね。はい、もう楽に履きたいんで。今日のファッションポイント、あ、これあのボスで買ったんですけど、ちょっと丈を調整したってだけです。おー、こだわりの。パンツの丈ですか？パンツの丈を自分のサイズに調整しました。早速おもてなし会場へ移動するため用意した車がこちら。リムジンを用意させていただきました。えぐい。ごゆっくりリムジンを楽しんでいただければと思いますので、はい、どうぞ。今日多分はい、バモー。日本一おめでとう。サプライズで登場したのは糸井嘉男さん。みんな行こう、乗って乗って。はい、テンションすごいですね。テンション高いよ、もう今日は。そこまで。うるさい。四人を乗せたリムジンが出発。乾杯しますか。はい、はい、お願いします。うわ、すごい。はい。お二人こちら使えますか。いや、こっちにも。おわんじゃん。そう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 。びっくりした。いや、こっちにも。おわんじゃん。そう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 。びっくりした。いや、こっちにも。おわんじゃん。そう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 。びっくりした。マジで。見てなかったですよ。2023年日本一の感動ありがとうございました。ありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。おわんじゃん。おわんじゃん。よし。シャラ。ガリガリ。ガリガリ言ってないね。さあ今日は、パレードだったんですけど、率直にパレードやってどうでした？いや、鳥肌というか、あ、はい、感動しましたね。人の数もすごかったですもんね。はい、もうパレードってこんなすごいんだって、はい、あの写真っていうか映像とかでは見たことあったんですけど、いざ自分たちがやってバスの上から見る光景っていうのがすごかったですね。いいね。やっぱ日本一のファンのパレードだから多分阪神一番すごいと思うんですよね。うん、僕もそれを、ね、やってみたいと思ってタイガース来たんですけど、できひんかった。1年早いやん。やっぱりすごかったっす。すごかったっすね。どうでした、初めてのパレード？いや、楽しかったです。楽しかったね。、うん、一番はっちゃけてたもんね。一番はっちゃけました。盛り上げ担当みたいになってたんでちょっとはっちゃけちゃいました。すごかったの。神戸行ってから御堂筋ね。そうですね。どっちもすごかった。どっちもすごかったですね。はい、神戸は結構広かったんで、うん、見渡せた。人がこうここにグワッと入ってるのが分かったんです。すごかったんですけど、御堂筋のこの一本道っていうか、うんうんうん、ずっと先まで見える人の列とかもすごかったです。すごいよね。圧巻ですね。はい、いや、僕もね、レポーターで行ってたんですけど、一番印象的だったのが泣いてるんですよ。あ、ファンの方が。ファンの方が目真っ赤にして。いたんだ。泣いてる人が。泣いてるよ、めちゃくちゃ。見たよ、見たよ。ちゃんと見てて。もう全員に触れたくて。いっぱいいますからね。いや、本当に感動というかね、それぐらい待ちわびてた人がめちゃくちゃいたっていうことで、うん、目真っ赤にして泣いてる人が印象的でしたね、本当に。激動の1年、もう侍ジャパンもね、はい、つい最近までやってて疲れてるとかないですか？疲れてるのかもしれないですけど、うん、楽しかったんで、あ、はい、結構
今のところは全然問題なくてわけです。春先から考えたら自分自身もかなり成長したというかね。そうですね。慣れてきたんかな。慣れもありますね、うん、はい。でやっぱりいいリーダーに恵まれて。いやそうですね。隣のね、はいリーダーやりやすい環境で、はい、マジ本当にそうです。はい、ありがとうございます。ごますり上手くなりました。いやいや、そこね、1年間で覚えたみたいです。もう心から言ってます。これぐらいのすり鉢がこれぐらいになったんです、はい、マジで、大きくなりました。はじけてたもんね、ジャパンでも。でそれはね、見に行かれたじゃないですか。そうですね、ね、最終日オーストラリアの選手と見てたんですよ、ね、なんか偶然隣に座られてて。国を代表するとね、やっぱ楽しめない方が多いね。え、そうですよね、うん、緊張とかやっぱあんましないんですか。なんかされてるようにあんまり見えない。いい意味でね。いい意味で、はい、緊張感というのは結構伝わるんですけど、うん、あんま緊張でこう震えるとか全然ないです。だって日本シリーズほら、あのエラーした後に打つんやで。まあそうですよね、普通結構シュンってなるよ。なりますよ、ね、なるよ。何してんだ、もう俺したって言う。今次もうヒーロー。すごくない、その。すごいっすよね、うん、緊張っていうかもう不安しかないんで。ユウスケはするの？しないでしょ。いや、します。ユウスケもだってルーキーからね、ずっと出てるから、うん、いやでも、それこそ試合前ご飯食べれなかったり。マジ？はい。だから今までもだいぶなくなりましたけど。そうなの。あのね、食堂で見ないんですよ、大山選手。へぇ。そんならバナナ3本ぐらい持ってなんかロッカーで食ってロッカーで、ロッカーの中で、はい、で自分の席に座って食堂に来ないバナナ食べて試合臨んでました。昔はないでしょ。まったくバクバク食べる。むしろ腹いっぱいぐらい食べちゃうぐらい。すごいな。すごいいっぱい食べちゃうんで。2人はでも仲良しやんな。尊敬してる。はい、大山選手尊敬してる。はい、あ絶対そうです。いや、してます。なんか先輩をいじんのがよく見かけるし、得意なんじゃないかなっていうのは感じますよね。先輩にとっては可愛い後輩なんじゃないですか。あ、そうですね、うん、ちょっとあの不安ですけど。不安、はい、何言うか分かんないんですよ、ね。はい、ちょっと怖い。はい、まあ、でも可愛いですね。うーん、はい、いじんの好きやろ。いやだから、だからいじりやすい先輩なんですよ、いじってる人はみんな。あ、なるほどね、そのちゃんと、はい、優しい先輩なんでいじりやすいみたいな。いじりにくい先輩いるっすよ、そんな。 いるんですか。いっぱいいます。やっぱちょっと昔の方がいますけどね、やっぱ。あ、うん、今はみんな優しいんじゃないですかね。できないよね、昔だったら。縦社会というか、むちゃむちゃ、はい、それをなくしてるのが森下選手。あ、自分なんですか。もうでもコロナも終わったし、行けるようになったよ。はい、もう制限なく行けるんで。だって俺がもう最後の年とか外食したらもう罰金やったもんな。はい、もう出れる。遠征先でもホテルの、まあ、ご飯食べて出て行ったらダメ。それこそ森下と、うん、あれいつだっけ、結構早めで、ね、結構早めの時に、うん、ご飯連れてきました。二人で。いや、あと照明。熊さん。熊さん悪かったっけ。まあ、熊谷と。なんかチャラそうやな、そこのその集まり。熊谷出てきた、そこで。はい、そこで自分熊さんと、うん、結構距離縮まった感じしますね。照明はしっかり遅刻してきました。あいつほんま何も思ってないからね。LINE とかも3日後とか帰ってくるで、あいつ。本当ですか。その内容がね。あ、忘れた頃に。こっちが忘れてるよ。何の話言ってない。聞いたぐらい。本当に帰ってこないですね。誰がこう招集かけるんですか。まあ、僕ですね、はい。その時は僕がちょっと行こうかって話をして。全員に声かけて。はい。大体ことあの言ってくれるだろうなっていう選手が、ま、何人かいるんで。うん、固まってきてるんですね。はい。でそれで行って。断るやつもおる。やっぱ予定入ってたことあるか。そうですね、あんまりでも僕からご飯行くことはなかなかないんで、はい、あれですけど、まだ断られることもありますね。あ、ちょっと今日は、はい、結構ショックですね。そういう時はお会計はもう一番年上です。あ、はい、大山選手が、はい、先輩やんな、そこは。はい、そうです。めちゃくちゃ食ってました。そうですよね、はい、まあ、でも僕もそうやってやってきてもらったんで、うん、そうですよね、はい、来年はじゃあ森下選手も後輩に。そうですね。
いや、いや、怒りますよ。怒りますけど、あの、いないんでなかなか。あのそうですね。ファームに落ちてた時は、うん、よく行ってました。そっかそっかそっか。遠征先とか連れてって払ってましたけど、なかなか一軍にいると自分より若いのがいないんで、あまり機会がないですね。おごりたいんですけど、早くおごりたいから。でも吉尾さんの普段の感じとかは知ってたのであれですけど、やっぱ野球の時とのギャップが、うん、嘘でしょ。はい、え、真剣。もう野球の時はもう近づけないオーラが、はい、嘘つくな。そうなんですか。嘘つくなって。僕、はい、吉尾さんの後ろよく出し物だったんですけど、はい、すごかったですね。なんか、え、もう常にこういう感じじゃないですか。こういう感じですよ。あの野球以外の時はあれですけど、はい、試合前とか、もう試合中とか、いや試合中ヘラヘラしたらあかんやんね。まあそうですね。でもこうなんかそこら辺のギャップは感じますね。あ、褒めてるんかなこれ、はい、いやでもね、クリーンナップ一緒に組んでてルーキーやったからね。うん、そうですね、まあ、はい、本当にこうやってね、今阪神の4番として中心になって活躍してるの見ると本当嬉しいですね。で今この若いのが前を打ってね、うん、3番で最初会った時はマジででかかった。あの新人のあのあなんか鳴尾浜で鳴尾でなんか会った時に藤川さんとかで、はいはいはい、で藤井さん扉で見た時にでかーと思った。ボアコード着てたしね、あれこんなでかいみたいなのはめっちゃ印象にあるっす。あの時はね、トレーニング目覚めてたんで、よりでかかったと思う。めちゃくちゃでかかったっすよ。こう上見たっすもん、自分。えみたいな。あれ同じ人ってみたいな。一回、あれですよね。怪我で抹消するぞってなった試合の、試合後にウェイトしましたもんね。よく知ってるね。抹消って聞いたんだけど、なって思って。で、エレベートルーム行ったら、ガツガツやってたんで、えと思いましたよ。野球は抹消されたけどね、トレーニングはもう登録されたから。トレーニング一軍登録。トレーニング登録。じゃあそう思うとやっぱ近本選手とか異常ですよね。いや、早かったやろ。めっちゃ早かったです、ね、何をしたのあれ。折れてた。折れてたらしいです。2週間ぐらいじゃん。そうっす。でも多分本人は言わないですけど、やっぱ我慢してたはずです。治ってなかった。そこはもう本人しか分からないですけど、だって骨折で2週間ちょっとで復帰できるのでありえないですよ。1ヶ月は絶対かかるんで。復帰してちょっとしてまた当たったじゃないですか、はい、泣いてましたもんね。ヒヤッとしましたね、めちゃくちゃ。あの瞬間ベンチ裏で泣いてましたよ。そうですよね、はい、テレビ蹴った人何人おると思う、あれな。阪神ファンでデッドボールあんな平気な顔してるけど絶対あざなってるもんね、はい、みんなめっちゃ痛いです、デッドボールは。めっちゃ当たるんで自分は。今年何個メジャー1位10いや2位、うん、近本さんが1位ですね。あ、そう。でその次、佐々木朗希のえぐい。あれめっちゃ痛かった。えぐい。162出たっす。やばいな、それは痛い。終わったと思った。終わった。変なことしましたもんね、胸キュストにいたっすけど。マジで。いや、そこからでも、あ、こいつ終わったなと思って。ちょうど筋肉だったっす。よかったな、それ。いや、筋肉でもですよね。骨とかだったらね、もうすぐ行っちゃう。当たって、終わったと思って、うん、自分、大学時代にデッドボール当たって骨折してるんで、骨折の感じが分かったんで、こうやってやった時に、あ、これいけるやつだと思って。あー、なるほど。漫画みたい。で、大丈夫って言ったっす。骨折の時は分かるよね。分かるっす。骨折した時はもうちょっと異常なチクチクみたいな。もう痛すぎて声出ないっす。そうそう。やばいっす。骨折したことないんですよ。マジで、はい、マジですか、はい、折れてるけど気づいてないだけじゃん。あ、そのパターンも折れてないと。鈍感っすか。怪我に鈍感ってめっちゃ良くない。いいっすね。だって痛くないんやもん、はい。